まもなく1番線より列車が発車します。駆け込み乗車おやめください。斉藤由紀乃の1番線、毎度ご乗車ありがとうございます。斉藤由紀乃です。今日はお便りからご紹介します。東京都はラジオネームどんぐりさんです。由紀乃さん、スタッフの皆さん、こんばんは。せーの、こんばんは。はい、さて、惜しまれつつ引退した北斗星ですが、東京都心でまた出会えそうですよ。というのも、北斗星で実際に使われていた2段ベッドを利用した部屋や、食堂車で使われていたパーツを使ったラウンジなど、北斗星をテーマにしたホテルができるんです。ホテルの名前はトレインホステル北斗星、場所は馬喰町で、また駅出口と直結したビルということで利便性も良さそうですね。12月15日オープンということで、雪乃さんも収録で東京に来た際は泊まってみてはいかがでしょうかと教えてくださいました。ありがとうございます。あれま、最近できたんですね。そう、ラジオ日本を聞きの皆さんは15時同じ日に、あれま、北斗星が、そうそう、ちょっと前にね、そんなホテルできますっていうニュースは知ってたんですけども、ついにですか。いや、これがね、ネットでこう検索しましたら、そのね、ベッドの写真が出てきたんですけども、そのまんま2段ベッドで、はしごもそのまんま、ただちょっと違うのが窓がないかな。あるところもありますけども、やっぱりね、ベッドのこう頭の上にはといいますか、こう端にはこう列車のね窓があって、そこ独り占めできるみたいな、そんなんもありますけどもね。やっぱりそこは建物の中なんで窓はなくって、でも、あ、これはすごいですね。あのフロント部分っていうんですか、そこにはですね、あの寝台列車やと通路でパタンと一人分だけ座れるような簡易な椅子があるんです。それがついてますね。可能な限り再現されてますわ。はあ、一泊お一人様2500円からということで、まあお手頃なお値段ですけども、まあブルートレインなくなって寂しいですね。いつの間にかなくなっちゃいましたねって思ってたら、ドイツでなんかね、国内でね、寝台列車がなくなったそうですよ、ついに。やが、日本だけやないんですね、そういう話題は。確かにそのドイツもね、最近のお話やったと思いますわ。ねえ、だから旅の仕方、旅の楽しみ方、時間の使い方がいろいろ変わってきてるっていうことなんですね。寂しいわ。そうそう、ドイツも12月で亡くなったって。いや、となるとですね、やっぱり寝台列車乗ってみたいっていうところでこのホテルが出てくるんですね。せやけど揺れへんしね、建物やから。こうで、あのチャイムも鳴らないでしょうしね。チャララララララって、あ、懐かしいですね。やっぱり懐かしさを追い求めて旅したくなるんですけども、やっぱり変わってきてますね、旅の仕方。皆さんはどうでしょう、懐かしいところ、あ、こんなところもう一回戻ってみたいなっていうところありますか。そう、寝台列車の空気ってね、そのこう真夜中のシーンとした時間帯、まあ、電気も消えてる時に、わ、自分が宇宙に漂ってるみたいや、みたいな、そんなね空気感もあるんですよね。で、こう窓から望む夜景も独り占めできたりとか、なんでしょうね、こうラジオをシーンとした中で聞いてるのとちょっと通ずる部分があるんですよね。あの独特の雰囲気はね、いや、もっぺん走らせてほしいですね。いつかはブルートレイン復活してほしいなって思いました。さあ、番組を始めてまいりましょう。乗り物や旅をテーマにしたほのぼのとした番組、斉藤由紀乃の1番線は AM1422 ラジオ日本と AM765YBS ラジオ、 AM918 山形放送、 AM1269 四国放送でお送りしています。それでは斉藤由紀乃の1番線スタートです。オープニングナンバーはワクワクする旅に出たくなっちゃうこの曲です。 EXILE で銀河鉄道39。さあ、今日はゲストの方と一緒にお送りしていきます。鉄道カメラマン村上裕太さんです。こんばんは、よろしくお願いします。村上です、よろしくお願いします。こんばんは。いや、お久しぶりになりますでしょうか。お久しぶりですね。一番線には
京都鉄泊がオープンした時ですよね。ダイヤ情報で僕表紙やった時、はいはい、星野さんたちと呼んでいただいて、そう、その時以来だと思うんですよね。じゃあ3月以来ですかね。4月、それぐらいですよ、ね、春以来。あれ、まあありがとうございます。また呼んでいただいて。年が終わろうとしてるんです。本当ですね。すいません。いえいえ、とんでもないです。あっという間ですね。はい、さあここでまずは村上さんのプロフィールご紹介します。村上裕太さんは1987年鉄道発祥の地新橋生まれの29歳。鉄道カメラマンとして鉄道会社のカレンダーや鉄道誌のほかカメラ誌など中心にご活躍されています。はい、はい、ありがとうございます。ざっくりした紹介ですけども。いや全然それで大丈夫です。いいんですか。電車撮ってる人、あ、まあ、機動車も撮りますけど鉄道撮ってる人っていう認識でいただければそこ分けるところがてっちゃんですね。そうなんですよ、ね、ここねやっぱ大事なところなん で、 で、ね、譲れないところ。電気で動いてへんっていう、ね、はい、そうなんですよそう、鉄道撮ってるんですよ。はい、そうですよ、ね、最近はどんなお写真を。最近はですね、やっぱり紅葉でずっと動いてましたね。東北行ったり九州行ったりしてましたね。今年はね、東北の紅葉がすごい当たり年で、おめちゃめちゃ綺麗でした。わー、秋田新幹線だとか、はい、北上線だとか、もう綺麗でしたね今年は。天気ちょっと悪かったんですけども、まあ、紅葉はね天気悪くても大丈夫なんで。え、そういうもんなんですか。その方がね色がね濃くなったり、あと霧が出たりすると山の雰囲気とかも良くなるんで、すごい綺麗なのが撮れたんですよ。こう色が映えるというか、あのね、雨が降ると葉っぱが濡れるんで色がね濃く映るんですね。はー、晴れた紅葉も綺麗なんですけども、雨でも紅葉は綺麗。わ、そうなんですよ。だから雨でもあの現場に行くっていうのはとても大事なんですね。はあ、はい、それ写真としてでもですし、普通に見に行く分にも綺麗ですよ。雨でも、いや雨やかやめとこかじゃなくて、じゃなくてしっとりとした紅葉がね見られるんで。はあ、なんか大人な楽しみ方やな。まあこれがオンエアになる頃には来年の楽しみ方になっちゃうんですけどそうですね、ちょっと散っちゃってるかなと思うね。もうちょっと早起きときたかったなって思いますけども。雪景色があるんで。あ、雪景色あります。雪景色も真っ白結界でも雪景色もいろいろねコツがあるんですよ、楽しむポイントが。いや、それを教えてください。それはですね、あの、はい、雪景色撮影するときって下に雪がどんなに積もっててもあんまり良くなくて、ほう、木に雪がついてるかどうかが最大のポイントなんですね。はあ、それを今度発売のダイヤ情報に載せてありますので、はい、はあ、12月15日発売のゆーた兄貴に載ってますんで。わかりました。ぜひ見ていただければやっぱりその肝心なところはやっぱ読まなわ、いや、そうそう、わかりません、ね、あの全部喋っちゃうとね。あ、そうですね、あの編集長に怒られちゃうんで聞いてるかもしれん。そうそうそう、この後出てきはりますからね。はい、はい、ほんで最近ではどんな活動を、お仕事では。最近は、うん、そのまあ紅葉を撮ったりだとか、あと今年は2回個展やらせていただいて、はいはい、動画の展示だと雪乃さんにも来ていただいたあのつなぐ旅、はい、あれがですね、あの北海道と長野で、ほうほう、あの巡回展をしたりとかですね、そんなこともあったりして、で最近はですね、そのキャノンさんのカメラのセミナーだとかもやっていて、はい、だんだん、そうそう、先生というか、まあユータ兄貴ですよねリアルユータ兄貴みたいなことをやりながら、写真を撮ってます。動画も撮ってます最近。そうだ、鉄道っていう、ね、そうそうそう、あの鉄はひらがなで、そうそうそう、道は動くで鉄道って。そうです、そうです、はい、あれなかなかグッときます。ありがとうございます、ね、なんかこう写真の世界がそのまんまこう動くみたいなのが、うん、まあ、僕のテーマなんですけども、ね、あんまりこうねグリグリズームとかパンニングすることなく、まあ、写真が動くみたいな動画をもう楽しいんじゃないかなと思って。そこみんなわかりませんね、やっぱりこう体験してみないっていうのもあるんですけども、ほな今年初めてっていうことも多かった。今年は多かったですね。いろいろやりましたというか、やらせていただいて楽しかったですね。やっぱり個展も初でしたし、あとはダイヤ情報ね、鉄道雑誌の表紙も初めてでしたし、そうですね、結構初めての挑戦が多くてすごい楽しかった1年でしたね。なんだか1年ですね。はい、ありがとうございました。それは狙ってました。いや、狙ってなかったですね。今年は初挑戦いっぱいするぞとか。いや、でもまあ、今年振り返るんだったらやっぱ京都鉄泊が一番でかかったかなと思いますね。それでダイヤ情報の関東もやれたんで、京都鉄泊のプロジェクトに携わらせていただいて、いろんなものが良かったんじゃないのかなと思いますね。ほぼ毎日ですもんね、通われて。通ってましたね。関西人でしたね、あの頃は
京都も行けば大阪も新馬新馬そう、はい、あなるほどね。やっぱり熱意がこう違うこと次のことにつながっていきはったんでしょうけども、はい、また新しいことに、はい、それはどんなことでしょうか。あのですね、今日ちょっとご紹介したいものがありまして、はい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 、僕はあの日本鉄道写真作家協会っていうですね協会に入っているんですけども、あの何度か、はいはい、ね、あの生野さんも写真展に来てくださってますけども、はい、見に行ったことは、まあ、いろんなですね、鉄道写真家さんが集っている協会なんですけども、はい、その中で、夜行列車のですね切手を株式会社日線さんというところからですね、うちの JRPS 日本鉄道写真作家協会の写真を使ったですね切手を販売しているんですね。夜行列車の切手なんですけども、あ、じゃあもうプロ中のプロが撮ったのが、そうなんです、切手として手に入るわけですね。写真切手ですよね。でもちろんその写真を使ったポストカードなんていうですね付録もついているんですけども、それがちょうど今度ですね、北海道編が発売になるんですね。北の大地を駆け巡る。北海道といえば、木野さんが大好きなトワイライトエクスプレスなんですけども、はい、え、履いてるんですか。この北海道編の切手、はい、僕の写真も使われてるんですけども、僕トワイライトエクスプレスなんですよ。わ、来ました。で、僕がトワイライトエクスプレスの写真出すんだったらやっぱりこだわってたところがあって、うん、まあ、牽引機は EF81 の写真なんですけども、ほうほう、 EF81 の103号機のトワイライトエクスプレスなんです。はあ、これ何が熱いか池野さんわかります？いや、ちょっと間違ってるかもしれないですけど、はい、今京都にいます。正解、さすが。そうなんです。京都鉄道博物館にいる。京都鉄博でトワイライトエクスプレスの栄光の歴史を伝えている EF80103 号機の本当に最後の時期に走っていた写真を使っていただいてるんです。はあ、よう撮ってましたね。あれもね、本当に最後僕がトワイライトエクスプレス撮ったのが103号機だったんですよね、うん、はいはい、でその時も103号機が京都に入るっていうのは知っていたんで、はあ、最後の最後で撮れたとすごい嬉しかったんですよ、はあ、それが今回の切手になっているんで、うわ、ぜひご覧いただきたいなと思うんですけど、 あれですか今回、はい、切手を作るから取りに行きますっていうことじゃなかったっていうことですね。そうですね、そうですね、はい、元々、今までの、はい、あった写真の中から素晴らしい作品から会員が持ち寄って、選んでいただいて、なんか作ったみたいな、ご利用しとかこれ絶対とか日線さんに全部はいどうぞと。ほなどれが使われるかわからない。僕のがない時もあるし、あるやつもあるし、はあ、他に先輩たちの写真もありますから、で僕が生まれてない頃の写真もありますので、うわ、特に東海道山陽なんかは、ほうほう、国鉄時代なんで、はあ、そういうのは先輩の写真が多いですね、はあ、いろんなエリアで。そうですね、うん、第1弾東海道はもう申し込みの方が終わってしまったんですけども、うん、このあと山陽東北日本海とシリーズが展開していきます。はあ、いろいろ色がありそうな出そうなエリアですね。そうなんですよ。はあ、中でも北海道トワイライト、これは欲しいですわ。2月のですね13日まで申し込み受付しておりますので、来年の2月まで、はい、店頭販売じゃなくて専用のですねファックスか、あとはですねインターネットでベストスタンプ切手って検索していただくとこのページすぐ出てきますので、申し込みのフォームが出てきますので、ぜひご覧いただければなと思います。買いました。ではあっという間に、はい、おしまいの時間になっちゃったんですけども、はい、村上さん自身のお知らせ何かございますか？そうですね、来年から実は僕フリーランスになることになりまして、あら、レールマンフォトオフィスを卒業してただの村上裕太になるんですけども、ついに。そうなんですよ、独り立ち。なので素晴らしい、来年1年とりあえず、はい、2月にですね、はい、車検が来るんですね僕の。車検代をまず稼ぐ。だ、家賃も稼がないといけないんで、それを目標に頑張りたいなと。大変そうやね。それがまず。そっから始まるんですね。もう30万キロ走ってるんで、もうそれが一番今怖いんですよ。あ、でもね、商売道具ですし。そう、商売道具っていうか家なんで、走る家だから。あ、いや、家にもない。家だから。そうですね。家壊れるわけにいかないじゃないですか。そうですね。まず車検代を稼ぐことを思う。で、来年の12月にまた呼んでいただいて、はい、カメラマンやってるかどうかですよ。そこまで来ます？姉さん。
フリーランスやからそらね、そうですね、言ったら社長さんちゃいますか。社長さんでもないですけど ね一人立つでこうパカってかっこよくね。いや池野さん何卒よろしくお願いします。本当になんだか来年もいろんな挑戦、初挑戦ありそうです ね初挑戦いっぱいあります。初挑戦全部が初挑戦ですよまた聞かせてください、はい、じゃあここで一曲、村上さんの何か好きな曲、はい、はい、今回はですね、カズンの風の街という曲をですねかけていただきたいなと思うんですけども、渋そうな曲ですね。これはですね、まあ聞いていただくと分かるんですけども、はい、イントロからガタンゴトンっていう曲で曲調で始まるんですけども、じゃあそのイントロからちゃんと聞いて、はい、バイバイしたいと思います、はい、ゲスト鉄道カメラマン村上裕太さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。鉄道ニュース1422、このコーナーでは話題の鉄道ニュースをご紹介、私斉藤幸乃が解説員の方にいろいろと教えていただくコーナーです。まずは天の声さん、今日のニュースをお願いします。東京メトロ銀座線旧一線型モチーフの特別車両導入へ。東京メトロは来年1月中旬に導入する銀座線一線系の2編成を銀座線開通当時の旧一線型をモチーフとした特別車両にすることを発表しました。銀座線一線系は2012年1月から01系に変わる新型車両として運行がスタート。現在銀座線を走る40編成すべてを一線系に更新する計画を進めており、この2編成の導入で全編成の入れ替えが完了します。そしてこのニュースを解説していただきますのは雑誌鉄道ダイヤ情報編集長の助川和彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。銀座線は過去に戻っているということですか。そうです。新しくなるけども、格好は見た目は古くなっちゃったってことです、うん、ねえ、そういうことになります ね珍しいです ねまずこの線形という車両がもともと作った時に、最初の格好のものもうそのものが、今車列博物館に置いてある最初の車両の線型を、モデルというかね、イメージをそのままつけてるんですけれども、はい、この線型っていうのはこうカクカクっとして、あ、そうです ねもう木製ですかね。で、うん、車内なんかがね、木目っぽかったですよね。ああ、で、真っ黄色で上が茶色くって、なんだかカステラみたいな、そうそう、可愛らしい、美味しそうな、美味しそうな色、レトロな車両ですけども、これを真似して作ったのが、まあ、このイメージを引き継いだのが線形 で、はい、でさらに線形の製造がもう終わるんですね。 40本作るんですけれども、はい、その最後の2本がこれから入ってきて、でより線形がこの最初の線型に似た格好になっちゃったと。はあ、バージョンアップしてそうもう一つ戻ったといいますか、そう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 、過去に近づいた、より過去の線型に近づいちゃった。よほど評判が良かったんでしょうね。やっぱりそうですよね。なんか旅の仕方もやっぱり寝台列車、うん、ねえ、やっぱり乗りたいとか、ね、そうそう、こうやって再現するんやったらちょっとレトロな感じの車両がいいとか、ね、それに通ずるものを感じますけども、で何がすごいってやっぱり、ね、内装はほら木目っぽくしてるでしょ。あ、今イラストがありますけども、うん、イメージ図が本当、そう、椅子の色も似た色にしてあって、うん、はあ、で木目の色の分け方も同じようになってて、本当だ、うん、でこの手すりとかが金、そう、金色っぽいですね。真鍮、あ、そう、そのイメージですね。わあ、これね、パッて見たら阪急さんの木目調の、うんうんうん、こう壁にこうね、アンゴラ焼きのグリーン焼きね、その座席のイメージですよね。反対さんっぽいですね、うん、この頃の電車っていうのは大体どこもそうだったんだろうなってことですね。昭和2年が最初出たのがね、線型が、そうです、昭和一桁台のね内装ですよね、うん、それを再現しちゃったっていうことですか。もう見た目を再現したってことですね。はあ。しかも車内の、はい、名盤っていうのがあるんですよね、メーカーで作ったっていうのがね、はいはい、でこれもすごくレトロにしてあって、しかも日本車両製造で作るんですけれども、はい、右書きになってるとかね。あ、本当だ、うん、どこどこで作りましたっていう、そう、こういうね、こう書いてある板があるんですけども、右から書いてた、ものすごいこだわりようですね。でさらにこだわっちゃったのが、はい、イベントの時に使えるように、はい、昔のその銀座線の車両っていうのは、まあ、2000型って車両までなんですけれども、はいはい、ポイントを渡る時とかに車内灯が消えたんですね。ああ、
ガタンってちょっと変わるときに、あの大阪の御堂筋線とかと同じみたいに、はあ、レールの脇あのサードレール第三基地道ってとこから電気を取っていて、はいはい、でそこからあのその当時の車両は車内の照明の電源も取ったんですよ、ダイレクトに。で今の車両っていうのは補助電源装置っていうのがあって、はい、そこ通してるんでこんな点電なんかしないんですけれども、銀座線の車両って昔の車両は、はい、そのまま600ボルトっていうの電圧をそのまま室内に引いてたんですね。はあ、それを再現、そうで消える、だから消えるっていうのをイベントの時に再現するらしいと。電気が消えるんですか？あ、もうそう、車内の蛍光灯が消えて、この予備、本当に消えちゃうんですか？うん、本当に消えるみたいですよ。予備灯だけになるっていう、予備灯が車内の中に、予備灯があるんですね。そうなんです、ちょっと安心だから、明かりの色はちょっと変わる、だから真っ暗の中に、はあ、なんかそのすごい小さな豆電球の色がついてるイメージかな、はあ、うわー、体験してみたい。これはぜひ体験してみたいですけど、これイベントの時って言ってるんだよね。面白いですね。いつなんだろうなーって。もう超都会の銀座線でそれを再現しちゃうっていうのがすごいですよね。そこまで本当にやるんだと思って本当ですね。まあだから通常運行の時はそんな、うん、そんなことできないですけどね、なんかなんかね、毎回暗なったりは、ね、知らん人びっくりしますものね。そうそう、昔だったらたくさんあったけれども、今もしかするとでも中にはね、ご年配の方なんか、あ、懐かしいなと思うかもしれないけどね。あ、そうですね。だからそういうイベントやないとそういうのは体験できない。皆さんそうです、ね、おー、そういうイベントっていうのはありそうなんでしょうか？そうですね、来年でその地下鉄が開業して、はい、90周年なんですよ。ああ、だなんかあるんだろうなと。なんかありましたね、じゃあ。だと思います。この照明マジックが、そう、味わえるかもしれませんね。と思いますね。はあ、で外側も、そう、古っぽく見せるより、昔の車両っていうのは窓の上と下に、はい、上側のウィンドヘッダーっていうのがあって、窓の下にウィンドシルっていうこれ補強部材があって、出っ張ってなんですよ。ちょっと窓はこう囲ってるような出っ張り部分ですか？ そう、うん、そこが要するに車体の補強部材 で、はい、でこれが戦後になってくると、その補強部材外につけたやつがどんどん中に入ってきたんですよ。なんでさえもう今の車両っていうのは見えない、つるんつるんだけども、この時は外からリベットでつけて、はい、車体補強するなんてことやったんで、ここも再現、それをさすがに見た目では難しいというところで、はい、ただラッピングなんで、ラッピングで再現するんですよ。はあ、絵で再現ですか？そうですね。もう可能な限り再現されてるんです ね、 すごいですね。なんか釣り革も変わってるみたいで、釣り革はもうこれ昔は離婚式っていうやつで、はいはい、これバネで収納されるやつなんですね。でこれちょっとたまたま今写真その線型のやつがありますけれども、はい、目の前に2人今見てるのが、これを見ると斜めに傾いてるでしょ、はい、これはバネで戻ってるんです。はー、でこれをバネで戻ってるのを手前に引っ張って、そのまま垂直というのか、歪めに対してで使うんですね。じゃあ全部バネで作られて、そう、うん、根っこに、ここの根っこの部分かな、釣り革の根元の部分にバネが入ってて、あで揺れない、なんだかこうしずくちゃんみたいなドロップ型なんですけど、 それも再現してあるさすが、ね、にそれをバネを使うとやっぱりいろいろと、まあ問題もあるので、まあ格好だけは再現したと。でもいいですね、なんだか今って新しい車両シュッとしたのが多いんで、そう、うん、なんか戻ってみるとちょっとほっとしますよね、うん、ほっとするわ本当そうですね鉄道ダイヤ情報編集長の助川和彦さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、鉄道ニュース1422でした。斉藤幸乃の一番線、258回目の放送いかがでしたか？なんだかこう暮れも迫ってきて、ちょっと切なくなってるか知りませんけども、よう振り返りましたね今日は。オープニングでもいやブルートレイン乗りたいって言うたし、銀座線もね、なんか新しい車両振り返ってるみたいなデザインでしたし、みんな懐かしい時代に戻りたい時もあるんですよね、うん、いや12月にそう思ったら、いやまた1年戻る、いやそれはええよ、もうパパッと新しい年に行きたいです。そこはそうしましょう。はい、この番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。 E1 グランプリでは行ってよかったあんな駅こんな駅、一番川柳では鉄道にまつわる575の川柳、雪乃の一杯いただきますでは私に紹介したいおすすめのお酒やおつまみ情報、その他のコーナーや曲のリクエスト、私への質問も募集しております。さらにメッセージテーマ、実はこんなことがありました、実はこんな秘密持ってますなんていうのもお待ちしてます。さらにさらに
来年は新しいコーナーできるかもしれません。楽しみに待っててください。メールの方はゆきの @jorf.co.jp ゆきの @jorf.co.jp おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本斉藤ゆきのの一番線係までお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は斉藤ゆきのでした。